あなたは暗闇と狂気に満ちた都市クラットに一人残されたピノッキオ人形になります。駅で目が覚めたあなたに与えられた手がかりはたった一つ、ゼペットじいさんを探せ。皆さんこんばんは、ジェイキーです。今回なんとライズオブピーの公式ストリーマーとして先行プレイをさせていただきました。こんな体験ね、人生で初めてなので非常にドキドキしてプレイしてまいりました。その時のプレイ画面を交えながらライズオブピーについて少しご紹介させていただきます。ということでライズオブピーなんですが、ベルエポック時代を舞台に繰り広げられるダーク系童話アクションゲームです。美しく華やかな都市は人間性が失われ、悲鳴が響く地獄のような場所に変わり果てました。古典ピノッキオにインスパイアされたライズオブピーは魅力的なシナリオと緊張感あふれるソウルライクアクションをお届けします。人間になるためのピノッキオの残酷な旅を体験してください。はい、というわけでね、今回の先行プレイはまだ日本語が未対応でしたので英語版でのプレイ画面となっております。そしてここから私のプレイ画面を流しながらやっていきたいと思います。そもそもライズオブピーとはということで、こちらのね開発した会社なんですが、韓国のね大手オンラインゲーム会社ネオビズ傘下のラウンド8スタジオが手掛けたソウルライクゲームです。そしてね、発売日が2023年8月リリース予定ということで、もう少しでリリースされます。そして今回ね 4K でプレイさせていただいたんですが、こちらね 8K まで対応してるということで、私調べなんですが 8K のディスプレイはですね、なんと50万から100万円ということでねいやーもうこれはね懐事情に余裕のある方、ぜひね一緒に購入を考えてみてはいかがでしょうか。はい、そして背後に見える街並みなんですが、こちらはね19世紀末のフランス画モデルで、クラットという街が舞台になっております。街並みが非常にリアルで、環境音などもね非常にこだわって作り込まれていたので、そちらもぜひ注目してみてください。さらに、気になるストーリーなんですが、マルチエンディングとなっております。プレイする人によって異なる展開を迎えますので、そちらもお楽しみください。まだ私もねほとんどプレイしていませんので、こちらの先行プレイのみということでね、全然やっていないので非常に楽しみです。さあ、ということでここからはシステムについて説明させていただきます。まずねスターゲイザー、こちら触れることによって HP を回復できるんですが、敵が復活してしまいますのでご利用は計画的に行ってください。続きましてステータス強化画面です。こちらねエルゴという敵を倒すともらえるポイントを使ってステータスを強化することができます。HP や攻撃力、あとはウェイト、重量ですね、などなど、そういったものを強化することによって自分のスタイルに合ったキャラクターを作り上げていくことができます。さあ、続いてご紹介するのがこちらの人形です。こんな世界ですが、ピノッキオに味方してくれる人形もいるんですね。こちらアイテムショップとなっております。ということでいろんなアイテムを購入できるので、見かけたらぜひ話しかけてみてください。お次は宝箱を開けると武器を入手いたしました。武器はですねアイテムメニューから装備することによって使うことができるのですが、武器スロットが2つあるので空いているスロットに装着してみます。非常にかっこいい剣ですね。あと防具も手に入ったのでついでに装着しましょう。先ほど少し触れたんですが、重量という概念があるので防御力が高いから装着するという話でもないんですよね。そこら辺もね自分の、プレイスタイルを考えながらカスタムしていっていただけたらと思います。さあ、次はガードです。
このゲームガードが本当に重要です。ガードができないとすぐにやられてしまいます。さあ、やられてしまうとどうなるかと言いますと、死亡するとこのスターゲイザーから復活いたします。復活したらその足でさらにまたエルゴを回収しに戻りましょう。連続で死亡すると前に落としたエルゴは回収できなくなってしまうのでご注意ください。次は武器の強化です。強化アイテムとエルゴを消費して武器を強化することもできます。お気に入りの武器をどんどん強化しましょう。ただしエルゴは自分の強化、そして武器の強化といろんな用途がありますので、ご利用は計画的に行ってください。お次はウェポンコンビネーションシステムです。これが目玉の一つですね。刃先と持ち手で分解できる武器に限るんですが、合体させることによって新しい武器をカスタマイズすることができます。元々の武器とは全く違う攻撃動作になりますので、ぜひいろいろ試してみてください。しかし残念ながら武器の相性によっては、接続することが不可能な武器もありますのでご注意ください。そしてこちらも必須のアイテム、リージョンアームについてお話しさせてください。リージョンアームというのは左腕に装着されているサブウェポンのことで、それを切り替えることによってさまざまな特殊攻撃を繰り出すことができます。かっこいいですね。いろんな種類のリージョンアームがあるので、ぜひ試してみてください。そしてこれも大事な要素ですね、コスチュームの変更もすることができます。今回ゲットしたのはまるで貴公子のような真っ白なコスチュームですね。私も他にどんなのがあるのか非常に楽しみです。そして最後になりましたが、私の初めてのボス戦をご覧ください。今回ね、私がプレイさせていただいたのはシナリオ2なんですが、シナリオ2のボスがこちらの、なんて言うんでしょうかね、このでっかい機械は恐ろしい見た目をしておりますが、もう見た目さながら実力もものすごく強いです。開発者でさえ一発ではクリアできない難しさだそうです。私もやられてしまいました。はい、2戦目。いやー、さすがに2回目も全然歯が立ちません。そして3回目の正直、これで勝てるんじゃないかと意気込んでいきましたが、回復もほぼほぼ残っております。こんなに有利な条件で戦えることはめったにないでしょう。さあ、しかし敵の必殺技、あれがかわせませんね。あの敵が赤くなる状態、あの状態で敵が攻撃してきたらジャストガードをしないと攻撃を受けてしまうという非常に厄介な攻撃なんですが、私ガードがほぼほぼできません。回避することでのみ敵の攻撃を避けていました。ただそれではこのボス攻略できません。そして第2段階に入るとこのボス雷を身にまといます。というわけで電気ビリビリ攻撃、全く予想できません。さあ、最後の瞬間が迫っておりますはい、というわけで最後は電気ビリビリ。私のプレイ体験は以上となります。いかがでしたでしょうか。皆様も遊んでみたくなったんじゃないですか。というわけで私も引き続き配信していきますので、よかったら見に来ていただけたら嬉しいです。ライズオブピー発売が2023年8月です。今すぐウィッシュリストに入れてください。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。